オリコンスタイルをご覧の皆さん、こんにちは、安田レイです。私、安田レイはですね、10月8日にファーストアルバム Will をリリースしました。この、Will というタイトルなんですけど、意思決意っていうすごい強い気持ちが込められていまして、なんかこの1枚で満足するんじゃなくて、これから未来に向かってもっともっと進化したヤスタレイを見せていきたいっていう、なんかそんな自分への、誓いというメッセージが込められた一枚になってます。バラード曲にチャレンジしてみたり、マットキャブさんと、コラボレーションを初めてしてみたり、あと元気ロケッツのヘブンリスターをセルフカバーしてみたり、本当にいろんな新しいことにチャレンジした一枚になってますので、皆さんぜひ聴いてみてください。よろしくお願いします。オリコンサウンドブローイン2014オータムに出演させていただくんですけど、このライブを通して皆さんに本当にこう楽しんでいただけるような、こう前向きな気持ちになれるような、また明日から頑張ろうと思ってもらえるような、なんかそうですね、なんか安田レイのライブもっと見てみたいなって、そんな風に感じていただけるような、そんなライブにしたいと思いますので、私もめちゃくちゃ楽しみにしてるんですけど、皆さんもぜひ楽しみにしていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。私安田レイはですね、10月8日にファーストアルバム Will をリリースしたんですけど、来年2015年はですね、ワンマンツアーが決定してます。ワンマンライブ自体が初めてなんですけど、今回はツアーということで、各地いろいろ回らせていただくんですけど、本当に念願のワンマンツアー、アルバムをリリースすることも自分にとってすごく大きな目標でもあったんですけど、ツアーもすごく自分にとって大きな目標の一つだったので、めちゃくちゃ楽しみです。アルバムの曲だったり、今考えているのはカバー曲で洋楽なんかもやりたいなというふうに考えてますので、皆さんぜひ、お時間のある方遊びに来てください。お待ちしております。それでは皆さんありがとうございました。安田レイでした。